龍馬以上に薩長同盟に貢献した藩士中岡慎太郎後編。薩長同盟を結んだ翌1867年、土佐藩から脱藩の罪が許されると、薩摩藩と土佐藩との間に同様の盟約を結べく再び奔走。土佐の板垣退助、薩摩の西郷隆盛、小松帯刀との間に密約を結ばせ、続いて薩摩の大久保利通、土佐の後藤長次郎を交え、同年6月に薩摩の盟約の締結を成功させた。龍藩の連合を進める一方、土佐藩内で長州の騎兵隊を参考にした陸援隊を組織、自ら隊長を務め、龍馬の海援隊となる武力討伐に備えた。しかし1867年10月、龍馬の意を呈した後藤長次郎の倹約により将軍徳川慶喜が大政奉還。そのため武力討伐は実現しなかった。その後慎太郎は龍馬の故郷である京都大宮を訪れた際、刺客に襲われ死亡。龍馬は即死、慎太郎も2日後に死亡した。2日間生きたことで龍馬が殺された状況が慎太郎の証言で後々まで語られる。しかし犯人は未だに謎。この動画で少しでも中岡慎太郎に興味を持ってくれた方はチャンネル登録高評価、中岡慎太郎についてもっと詳しい方はコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。